眠れない夜、君のせいだよ。先別れたばかりなのに、耳たぶ耳たぶ耳たぶが好きな。どうもフカニーでございます。皆さん今日も将棋実況やっていきたいと思います。皆さんこの声にはだいぶ慣れてきたでしょうか。もうねだいぶ慣れたと思うんですけども、というのはなぜなら私、将棋実況を出して昨日で約1ヶ月経ちました。まあちょうど1ヶ月経ちましたということでね、チャンネル登録者の方もどん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 増えてね、もうほんとすごいスピードで増えてびっくりしております。もう私びっくらこいたでございますね。皆さん本当に将棋実況のね見ていただいて、たくさんコメントいただいて、強いとかね弱いとかね、面白いとか面白くないとかたくさんありますけども、すごい全部コメント読ませていただいて大変励みにさせていただいております。弱いとかね面白くないという言葉に関しては大変真摯に受け止めております。はい、私ねとてもね生まれつきポジティブでございまして、そんなね性格に生んでくれたねママありがとうっていう感じでございます。はい、もうほんとね何でもねこう前向きに捉えられるっていうのはいいことでございまして、皆さんねなんかこう悩んでてもねこういい風にね切り替えてどんどん生きていこうと思っております。はい、ということでこの辺でねもう桂馬取られるのはねもうしょうがないかなと思ってるんで飛車打ちましょう。で金はどうやって受けるんだ。あ、そうやってね、これ2枚替えになりますね。2枚替えでこれで飛車ももう1枚2枚竜でいければいいなと思います。2枚竜ってほんとかっこいいよね。こう竜が2匹ツインドラゴンでございます。これで、ね、あ、これもうでも2枚替えしちゃったら2枚替えばっかり今日もう詰んでんじゃないですか。これあ、うわお勝ちましたぜ兄さん勝ちましたぜって。でもちょっとね早いんでね、もう一回もう一曲ねやろうと思います。で次のお相手の方はどなたでしょうかね。カモンベイビーカモンベイビー、初段で嬉しの流が得意な方。嬉しの流ってね本当皆さん気をつけてください。本当序盤の駒組みはね気をつけないと、ここら辺でねもう角引いてきて飛先ついてもう銀と角と飛車でドンってやられちゃって、あ負けた負けたピーってなっちゃうんで、それは気をつけてください本当。はい、ということでねこちら美濃囲って、これも飛車、あこれでね角交換してこようとするんで、ここら辺は受けときましょう。でこの後ね嬉しの流棒銀狙ってくるんで、棒銀狙われる時にねカウンターをしたいので5五歩からのカウンターを狙いたいんですよ。でここでまあついてきますよね。で銀は交換してていいです。で筆を生かしておきましょう。でこの時にね5七の地点金で守っとかないと角成られちゃうんで気をつけてください。ただまあ今のところのチャンネルの目標としてはチャンネル登録者数が100人いくことが目標でございます。でその時は200人300人といって最終的には1000人、まあ1万人とかねそれ以上いけたらね嬉しいんですけども、今のところね将棋の実況者の方は17万人、それも女流棋士の方ですとか、そういうところが今トップなのでね、こう結構険しい道のりなのかなってところは感じております。でもねこれからはねこうこれ5五の風が刺さってるんじゃないですか。これ見てください皆さん、これはいい手じゃないですか。これ取ってもじゃ逃げても銀取られるし、逃げなくても銀取れる。これも刺さってますね。ぶっ刺さっておりますよこれ。これどうすんだろう。ああ、歩ね、歩つく、まあ、つきたいですよね。でもこれ無視して銀取っちゃっていいんじゃないですか。そしたらまた銀あたりの飛車で、歩なったら5五角出ればいいので、ああ、そうなる。でも角銀交換は別にいいですね。飛車なっとけば。で、手順に桂馬を跳ねれると。で、どんどん桂馬跳ねていけば、5三の地点を強襲したいので、これでもね、5五角があるんで、この辺に引いといったらいいんじゃないですかね。桂馬も跳ねれるように。なりで桂馬跳ねと。そしたら次5三いけると。角。これね、逃げるのね、5筋にね、逃げて、一回歩打たせてから、4筋に回った方がお得じゃないですか皆さん。ね、相手に歩打たせた方が5筋金叩かれる手とかないんで、これで歩打ってきたら逃げると。で、こう3に桂ならず行くと。そしたら両取りの金で、これで1枚金が取れると思ったら角切り。歩成りできましたね。歩成りはだいぶでかい。5三の時に負けなし。これ寄れるんじゃないですかと金。これでこれでまたさらに横に。おちょちょ、わーまた勝ったー、やったーよー、勝ちましたー、2連勝しましたー。これね、最後ね、見てください。皆さん、振り飛車党なら僕の気持ちわかると思うんですけども、自分のね、この美濃囲いが一切崩れずに、相手をこう、積むところら辺までね、いけたらね、すごくこう、いい将棋させたなと思うんですよ。そしてね、なんですよ。相手が悪いとかそういうわけじゃないんですけど、その自分のこの囲いを崩さずにいけたっていうところはね、いいなと思っております。はい、今後もね、今日ちょうど1ヶ月だったんで、こう、切りよく過去の話と未来の話をさせていただいたんですけども、今後もね、コメントとか参考にしながら頑張っていきたいと思っておりますので、皆さんね、ぜひ何か気づいたことあれば、お気づきの点や改善点ね、何かあればね、教えていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。では、感謝、感謝で毎日やらせていただいております。皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。ではまた、ファニーでございました。またねー。